ファイターとは、イギリスの自動車メーカーのブリストルカーズが生産しているスーパーカーである。ボディは、スチール製、サイドバンパー、スチール製、クロスメンバー、アルミハニカムフロア、アルミ製トーショなるバルクヘッドを組み合わせている。ドアとテールゲートはカーボン製。キャビンは交換で、ロールオーバー構造セーフティケージが構成されている。 ガルウィングドアを採用したボディは空力を重視した設計になっている。そのため CD 値が0.28と高い空力性能を誇る。しかし一方で実用性も考慮されており、ラゲッジルームはゴルフバッグを2個詰めるほどの容量を確保している。エンジンはダッチバイパー用のエンジンをベースに、ブリストルが改造した 8.0LV 型10。 気筒エンジンをフロントミッドシップレイアウトで搭載し、後輪を駆動する。トランスミッションは6速 MT または4速 AT。バリエーションは標準モデルに加え、パワーアップしたエンジンを搭載した S と、さらにパワーアップした最上級モデル T が存在する次項目参照。2006年に発表され、2007年に発売。多くのユーザーから、 もっとパワーのあるモデルが欲しいとの要望が出されたため、それに応えるために追加された。ターボチャージャーを搭載し、空力性能の見直しにより CD 値を0.27まで下げ、最高出力 1012PS、最高速度時速 430km、0から60マイル、H 加速3.5秒以下にまで性能を向上させた。 特に最高出力は1 0 0 1 p s のブガッティベイロンを超える数値である。にもかかわらず値段は1台35万ポンドとベイロンの81万ポンドに比べて半額以下である。ファイター T は年産20台で生産され、2007年9月頃に1台目がデリバリーされた。ありがとうございます。